どうも元気マンです。皆さん元気足りてますか？いやー元気がないということで、今日も元気を届け、農業の楽しさ素晴らしさを伝えていきたいと思います。今回は新しい管理機マムトラの紹介とジャガイモの土寄せをやっていきたいと思います。この元気マンチャンネルついに1000人突破しました。はい、本当にありがとうございます。実際にね、こういう風にできて約2年間ぐらい、このチャンネルをやってきたんですけど、まあ最初は誰に届いているのかなとか、これやってて意味あるのかなとか思ってたんですけど、少しずつですが僕の住む町、町、そしてその町外の方からも声をいただいたり、実際に会って話をさせていただいたりする中で、あ、やっててよかったなとか本当にまあ思うことができて、やっぱり継続に勝るものがないなと思いました。まあ、そしてまあその動画投稿もまあそうなんですけど、僕自身のまあ農業のまあ知識とか技術、いい野菜っていうものを作っていけるように、もっともっと成長していかないといけないなと、もう改めて感じました。それではレッツゴー元気マンチャンネル。これがマムトラさんでした。高かったマムトラだいたい30万ぐらいですね。この、まあ、最初のノーマルの状態からアタッチメントといって、こういう機能とかタイヤとか変えたりとか、この刃を変えたりとか、またここ刃先を全部変えたりとかしていく中で、この機械をアップグレードどんどんしていくんですよ。でその付属品とかも結構高くて、もう何万円とか、を、まあ、どんどん付け替えて、農作業に合わせて機械を変えていくという、まあ、形になるんですけど、まあ、それが一番しやすいのがこのマムトラさんであって、まあ、他の、まあ、業者とかもすごくいろいろ調べたりとか、もう中古とかもいっぱい見ました。たくさん足を運んで見た結果、このマメトラさんに行き着いたわけなんですけど、まあ実際農機具というものは本当に中古とか見ると何十年前とかそのものがあって、それがまあ数万円程度で買えるんですけど、僕が何十年も農業をやっていく中で、果たしてそれがいい選択なのかなって考えた時に、やっぱり最初はいいものをちゃんと使って、それを長く使えることが、まあ、一番ベストなのかなと判断して、少し最初は高かったんですけど購入しました。まあここがジャガイモの畑になるんですけど、このマルチを引いてジャガイモを植えるというやり方を今年はちょっとやってみたんですけど、ジャガイモの植えた土とこのマルチとの間に少し隙間ができて、まあそこからまあ芋が増えていくんですけど、まあそうなるとその空間によってジャガイモが下から上がってきて、まあ、見えたりしちゃうので、まあ、そういったところをね少し、まあ、土を寄せていかないといけないんですけど、まあ、こういう風にマルチはもう引いちゃったので、今回はちょっとここの何本かのマルチをね、剥がして、土をね、この新しい管理機マメトラーニを使って土を寄せていきたいと思います。それではマルチ剥がしスタートです。以前数時間かけて人力で張った黒マルチ、こんな感じです。ぜひ前回の動画を見てください。まずカッターで切ってから黒マルチを剥がしていくわけなんですけど、農業は本当に大変。また気が遠くなる作業もあるし、自由なようで自由じゃない。作る作物や作る人によって生活の仕方、こだわり、農法も違う。自然と向き合うからこそ、作物の生育のスピードに応じて収穫と販売をしなくてはいけません。農業はとっても奥が深く難しいと思いながら、今黒マルチを巻き取っています。でも農業はとてつもなく可能性に満ち溢れています。それを必ず元気マンが証明します。それからマムトラを軽トラから下ろします。農機具はエンジンスタートが案外単純、しかし一歩間違えると瞬殺で故障します。頼んだぞマムトラさん。それでは初めてのマムトラ作業に入っていきたいと思います。以前自分で建てたハウスとツーショットです。近々2棟目も建てていきたいと思います。ぜひ遠慮待ってます。ハート。最初は溝掘りや土寄せ、畝立てと機械があればチャチャチャっとできると思っていたんですが、全然そんなことはなくて、機械をうまく操る技術が必要。適当にやると結局人力でやった方が良くなります。本当に難しい。またジャガイモの畝の間が広すぎると、土を寄せる作業で土を寄せきれず2往復することになったり、狭すぎると収穫のタイミングで運搬機が入れなかったりと、いかに計画が大切かを実感しています。作業終盤にかけて少し扱いに慣れてきました。今無事マルチ剥がししてからのジャガイモの土寄せ、そして新しいマメトラを使いました。難しいめっちゃ難しい、本当に難しい。いやマジで難しい。
まあ、本を読んだ時も掘った時に直接ダイレクトに土を寄せるんじゃなくて、幸運してるところでふわふわふわって落ちた時の落ちての土が少しさっと株元に入るっていうのが一番ベストだって書いてあったんですけど、まあ、そういう、まあ、土寄せの仕方が、まあ、今回あまりできなかったんで、まあ、見よう見まねなんですけど、まあ、またいろんな方に指導をしていただいて、まあ、土寄せをね、うまく、まあ、やっていければ作物にも害がないように、まあ、今あとちょっと土がかかっちゃったジャガイモを、まあ、手で葉っぱの部分を土を落として、まあ、軽く土をまた寄せてっていう作業をやっていきます。はい、マジで大変。そしてめっちゃ汚れました。まあこれも、まあ、農業なんで、まあ、それも全部味わって、これからね、またさらに元気よく最高な農業を、まあ、作り上げていこうかなと、まあ、思ってやっております。まあ、本当にこの豆トラはすごい力があって結構重たいです。重たいです。なんで家庭菜園とかで女性の方が持つと結構重たいなとか、あと、まあ、斜めってる畑とかでやるとちょっと偏っちゃうと戻せにくくなっちゃうので、反動がすごく強いので、まあ、いくつか馬力が弱いのものも豆トラの方でもあるので、また見てもらえたらいいなと思います。まあ、こういう風に、まあ、農業というものがね、より皆さんの身近に感じてもらって元気を与えることができたら、元気は最高です。ではまた、次の動画で会いましょう。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。